リジューのテレーズ、リジューの聖テレーズ、フランス語、トリシーデリーズ、1873年1月2日から1897年9月30日、あるいは幼きイエスの聖テレジア、小崎花のテレジアは、19世紀フランスのカルメル海修道所。本名は、マリー・フランソワーズ・テレーズ・マルタン。修道名は、幼きイエスと尊き面影のテレーズ。 カトリック教会の聖人にして、教会博士の一人。若くして、よう去ったが、その著作は今日でも、世界中で広く読まれ、日本でも、人気のある聖人の一人である。また、マザー・テレサ、コルコタの聖テレジアの、テレサという修道名は、テレーズの名から取られている。テレーズは、フランスのアランソンに生まれた。父類は、時計屋を営み、母ゼリーは、腕のいいレース職人だった。 マルタン夫妻は、修道士、修道場になる望みを持っていたことがあり、共に信仰厚く、仲が良かった、後に共に劣勢される。夫婦の間には9人の子供が生まれたが、結核などのために4人が養成し、5人の娘たち、マリー、ポリーヌ、レオニー、セリーヌ、テレイズだけが成長することができた。テレイズは末っ子で、感受性が強く、誰からも愛される子供だった。 テレーズが四歳の時に、もともと体が弱かった母が病死、精神的に耐えきれなくなった父は店を畳み、娘たちを連れて、妻の実家ゲラン家があるノルマンディのリジューへと移った。1882年、テレーズが九歳の時、それまで母親代わりを務めていた自死のポリーヌが、リジューのカルメル会修道院に入った。母親に次いで、第二の母であった姉を失うという体験は、 幼いテレーズの心に大きな影響を与える。この頃からテレーズは修道女になりたいという希望を繰り返し訴えるようになる。1886年に二人の姉マリーとレオニーも修道院に入ったことで、その望みが一層強くなった。テレーズは10歳の時、突如体調を不良を訴えた。ノートルダム教会に九日間のミサを捧げてもらい、 姉たちも、テレーズの聖母像の前にひざまずいて祈っていた。聖霊降臨祭の日、テレーズは聖母像が微笑むのを目撃した。直後、テレーズは全開試験校になっていた。1887年、14歳になったテレーズは、カルメル会入会を願う。父は許したが、修道院の院長や、指導司祭に若さを理由に断られる。 ついでバイウの司教に許可を得ようとしたが、やはり年齢を理由に許可されなかった。同年10月、テレーズが15歳の時、父や姉たちと共に、ローマへの巡礼団に加わった。そこで、ローマ教皇レオ13世に越見して、直接、カルメル会入会の特別許可を負ったが、教皇はやはり司教と指導司祭の勧めに、従うようにと、穏やかに、テレーズを悟した。 テレーズが16歳になり、司教がようやく修道院入りを許可したため、テレーズは1889年4月に、カルメル会に入会、幼きイエスのテレーズという修道名を受ける。この時、すでに二人の姉、マリー、ポリーヌがカルメル会に入会していた。同年、かねてから体調が優れず、精神を病む兆候を見せていた父が、心臓発作に見舞われ、療養所に入った。 父はここで最後の3年を過ごすことになる。1890年9月8日、最初の修道聖願を先立したテレーズは、修道名に聖なる丘を LA さんとフェイエースという言葉を付け方。1894年7月29日、七類が死去する。裁判年は発作の影響で下半身不遂になっており、精神的に混乱したり、上言を言うことが多かった。 父の死後、最後まで父に付き添った3歳上の姉セリーヌもカルメル会に入会した。聖母訪問会に入っていたレオネイを含め5人姉妹全員が修道所になった。いとこ、マリー・ゲランもカルメル会に入り、テレーズは復讐連長として彼女らを指導する喜びを得る。しかし、もともと体が弱く家族から 結核金を受け継いでいたと思われるテレーズは1896年月に、拡血。そのまま病生が進み、1897年9月30日に、姉たちに見守られながら24歳で亡くなった。彼女は、海外選挙に強い関心があり、インドシナ選挙の望みがあったが、それは果たされなかった。テレーズが、死の直前に、私は地上に善をなすために、 天での時を過ごしましょう。私は天からバラの雨を降らせましょう。と言い残したように、死後、彼女の鳥なしによって多くの奇跡がもたらされた。それは現代に至るまで続いている。死後、自助伝が出版されたことで、テレーズの名がフランスのみならず、ヨーロッパ中に知れ渡り、その親しみやすい思想によって人気が高まった。 1914年6月10日、教皇ピウス10世は、テレーズの劣勢調査を進める宣言に署名した。ベネディクトゥス15世は、通常死後50年経たないと劣勢はできないという条件を、テレーズに限って特別に緩和することを決定。これは異例のことであった。1925年、テレーズは死後わずか28年にして、教皇ピウス11世の手で劣勢される。 四人の姉たちは皆長命であったため、実の妹がカトリックの副社、成人に挙げられてゆくのを目の当たりにすることになった。またうちに三人はテレーズの劣勢を積極的に支援する活動をした。リジューのテレーズは病人、パイロットや花屋、宣教師、ロシアの他に子供や弱い者の守護聖人になっている。彼女はジャンヌ・ダルクに次いで、 フランスの第二の守護聖人とされ、宣教師のために祈っていたことから、1927年には、海外宣教者の守護聖人となった。1997年10月19日には、教皇ヨハネ・パウロ二世によって深い霊性と思想が、称えられて、教会博士に加えられ、教会博士の称号を与えられている聖人は、女性としては、アビラのテレサ。 シエナのカタリナに続いて三人目である。テレーズの名が広く知られることになったのは、彼女の自伝とも言うべき、ある霊魂の物語、日本語版の題名、幼いイエスの聖テレーズ自ジ伝）が多くの読者を得たためであった。これは、中道会では入会者に自分の反省を振り返る記録を提出させる習慣があったため、それを編集したものである。日本では、 パリ外国宣教会のシルベン、ブスケ神父により初めて翻訳され、1911年9月に出版された。普及版は、姉のポリーヌが徹底的な編集を行ったものが元になっているが、近年ではよりオリジナルに近いものが発表されている。他にも、テレーズの書簡集なども出版されている。テレーズは、自分の天職を愛であると語っており、修道生活においても、 人の欠点を許すこと、他人に惜しみなく、愛を与えること、人に譲ること、誤解されても相手を責めないこと、批判されても甘んじて受けること、苦手な相手のためにも、愛を持って祈り、善行をなすことを、監督への第一歩であるとみなしていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。